こんばっちー、8チャンネル始めていきます。今日はマイライフでおじいの続きやっていきたいと思います。今日は交流戦の後半戦、まず簡単にミッション確認しておきましょう。レーザー砲発射、こちら高速レーザーのミッション。残り9試合で外野手として捕殺を2回、これがなかなかうまくいきません。なのでサクッと試合の方行きたいと思います。さあ今日も勝っていこう。さあそれではやっていこう。第一戦、1点取られて同点のチャンス。チェンジアップがある。スライダーもめちゃくちゃ曲がるな。4、よっしゃー、ストレート、完璧、気持ちいいホームラン、146m。 あ、でも思ったよりも飛んでいない。さあどんどんと行こう。まず1本出たの大きい。そしてまたランナーが得点圏にいる。チェンジアップがあるとね、分かってしまっているので、よしよしよし、とりあえずね、加藤スタミナが切れたので、これは追い打ちをかけていく。いやーマジ落ちない。打ちたい時に打てないね。甘い球をね、思いっきり、変化量優秀だな。3-4-4、関君めちゃくちゃ優秀ですね。いやーなんか中途半端なバッティングだ。まあ一本出たからいいけども、勝利、勝利はいいのだが、やらかしのおじいですね。逆転弾が勝利につながったからいいが、4番としては失格。大活躍で浅尾さんに誘われる。もうね、金はあるからさ、もうまとめてこいや。お、パワフルスポーツで、なんだ、あ、5月が終わり。いや強いね。よっしゃー、月間 MVP、 もろたでおじいで、千里からありがとう。では体力があまりないので、酢豚屋行きたいと思います。酢豚屋に行って、とりあえずね、レベルを上げていく。もぐもぐもぐと、めちゃくちゃハッチが鳴いている。さあどんどんと試合やっていきます。お、出た出た、6月最初のホームゲーム、プレイヤーズデーだ。ここでね、活躍をしていきたいんだな。来た、エース4番、種市さんだね。この時大体打てないんだよね。さあ今度は雨は降ってないけども、めちゃくちゃ打たれてるじゃん。種市頼むぜ。いいストレート。3-2-2、コントロールはいい。 OK、 チェンジアップ、うまく拾ったよ。これは、これは入らない。これはちょっと盗塁したいから戻る。おじおじ、ゴー、いった、打った、もう一丁もう一丁もう一丁、ゴー、いった、今度こそ、今度こそ走った。よし、オッケー、せーの、いった、これもいった、これもいった、これもいった、セーフ、オッケー。おじ二つ盗塁を決めていく。でもここで打たないと、いやーダメ、大事なところで打てない。やらかしの4番、その名はおじい。頂点取られてるじゃん。チェンジアップ、チェンジアップを打ちたいんだ。エースと4番のね、種市さんがやられてるからね。オーケー、チェンジアップ打ち、完璧なホームラン。もう1本でも打っても多分ダメだな。対左 B ならばこっちで打つ。なあダメ、今日打ち上げまくってるね。負けたし、おじいとしては打ててたが、走れたが、これはどうなんだろうか。チームが負けたらプレイヤーズデイはあまり関係ないのかな。チームの負けは大活躍、あざま、素晴らしい一日ではないでしょう。チームの勝利が全てだろう。ではゆでウインナー屋行きたいと思います。レベルが上がる、しっかりとね。うわー、この屋台でウインナー10,000、たっけー、超高級なの使ってんのかな。それともおじいが、お、出た、店長が次回から、え、店長、あなた店長じゃない、むしろこの店系列店だったん、もしかして。ということでレベルは上がってくれた。そして捕殺は相変わらず取っていない。あと7試合だ。サクサクとやっていくが、打ち上げがね今日多いので、おじいちょっとね反省しなきゃいけない。野呂くん、フォーク、うまい、ナイバッチ、走る走る走る、うわー、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、セーフ、オッケー、1点取る。
ここでホームラン打ちたいね。フォークを打ちたいかな。シュートはわかるが、スライダーは、スライダーうめえ、超うめえ。最近変化球打つのは上手くなっている。ストレート打つのが下手くそな気がする。それがおじいだ。まあ変化球って言ってもね、いつも打つ球は決まってるんだけどね。打率を落としたくない。5割までまた乗せたい。ストレートが下手くそ。おーおー、頂点取ってるね。待って、ここベーカストリートのボレーはちょっとセーフティー行こう。チェンジアップだったんだ。ナイス送りバント。ベーカストリートのボレー、見事な送りバントを決められてしまったな。さすがおじいだ。そうか、チェンジアップがあったか。バット引いてもよかったもんね、今ね。まあチームプレイに走ったおじい、よくやった。ということで無事勝てたのはオッケーだ。守備力が上がる。で、香取さんが来て飯をおごる。いつも通りのおじいだ。では宮城のスポーツ治療院行きたいと思います。ここもレベルをどんどんと上げていかなきゃいけないので、フォーム分析、これでミートと補給だったかな、上がるのでいいと思います。そうだね、ミートがかなり、そして補給も上がる。さあどんどんと行くぞ、どんどんと行くぞ。そうか、交流戦最後が阪神ロッテか、楽しみだな。さあ東京ドームだ。空調弾を見せてやる。ストライクを投げてくれないようだ。これはフォアボールだな。はい、諸田デイ。おじい、あーうまいね。相手めっちゃ点取るね。おじいをね、勝負しなかったから。カウント 1-3、 逃げられそうだな。チェンジアップ、せーの、いったぜい、外されたぜい、セーフだぜい、せーの、いったー、パーフェクト、パーフェクツ、パーフェクツスタートをやられたぜ。まさかのホームランだったな。さあどうする、リベンジだ、リベンジだ。チェンジアップ、いやー、チェンジアップ、今日カーソル下手くそだね。いや今日もだな、めっちゃ点取られてるじゃん。 A511 対左が B、 対左 B だからこっちでね打っていく。よいしょー、これは空調が効いてダメですね。負けるのか、負けてしまうのか。ワンチャンホームランで2点差、そんなことはない。犠牲フライ、走れー、無理だー、負けるー。ストレートにおじい弱いな。あ、待って、ノーヒットじゃない？そうだよね。フォアボールで1、2打席目出れたけども、ノーヒットだ。やっちまったわ。悔しいので、リベンジ。お、これは、デーゲーム。デーゲームかー。いいぞ。ヒット勝負。いいよ。神ってる男とヒット勝負。3000本安打打ってる神ってる男。勝負だ！さあ、さっきの試合のリベンジ。思いっきり打っていきましょう。3-2-2。竹林くん、竹林、よっと抜ける、ナイスヒット、ギリギリだったけどね。燃えろ燃えろ、おじい、バット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 、セーフ。どうだどうだ、おじいはしっかりと盗塁を決めたが、どうなっているのだ。竹林くん、勝負しようぜ。 3-2-2、 変化量としては打てる。いやー、上がらんかった。負けちゃう負けちゃうよ。ここで逆転ホームランか。ヒーローになれるな。あれ、勝負、あ、勝負は神ってる男か。じゃあ打ってるかどうか分かんねえな。オッケー、すばら、これは逆転ホームラン、かなりいいんじゃないか。ダメージを与えたぞ。わあ、ヒット打ってるかどうか分かんねえ。前の打者がホームラン打ち上がった。神ってる男か、もしかして。チェンジアップ、完璧、これこれ、チェンジアップはこれが見せたかった。よし、勝った。猛打賞ならば負けないでしょう。3本、盗塁も決められたしね。そして勝負の結果は、イカにタコに、マジか、スパイクに穴が。しょうがないからまた電話するか。よし、オッケー。そういえばそうだったね、やってたね。アベバ、アベバゲットですね。でももうアンダー製造機だ。さあ神ってる男、一本、まだまだだね。越前龍馬くんだ、毎回言ってるな。
ではセールスマンの春山さん電話しましょう。スパイクがくれとねだる。なのでここでもらって、これさ10個ぐらい持っといてもいいよね。まずは装備させなきゃいけないね。おっとなんだ、試合前にお前に小包と。そうか、オールスター前だからこういうのあるんだよね。いやファンはたくさんいるから。いいねいいね。それではおじいモデルスパイク付け直したいと思います。では続きやっていこう。残りあと4試合だ。さっきチラッとねミッション見てきたんですが、残り4試合で捕殺はあと2個変わらず。おじいのホームランが見たいのか、任せろ。よいしょー、これはいったんじゃないか。スライダーうまく打った。オッケー、いいねいいね、調子出てきてるよおじい。最初の方ね、今日の最初の方ねちょっと打ててなかったんだけど調子が出てきたようで。あーいや、これ内野安打じゃないか。内野安打惜しい。おじいちょっと疲れが見えてんのかな。ここは最低でも犠牲フライ4-3-4。でもそんな犠牲フライとかいうね考えしてると内野フライになるから。ホームラン、うおーっと本当に内野安打、内野ゴロ内野ゴロ、ウィース。ゲッツーで1点、ゲッツー崩れじゃないから打点にもならねえや。4-2-3、すげえやっちまったな。おじいのホームランが見たいんだー。勝つか勝つか勝つか、負ける、さよなら。逆転さよならだね。逆転さよならツーランとかかっこよ。やらかしたね。おじいがもしかしてキャッチャーで出てるとか最後。それはおじいが反省しなきゃいけないところだが、ラジコンサーキット場行ってみたいと思います。ここもどんどんとね、レベルを上げて、強風だって今書いてあったよね。でもヘリの大会に出る。壊れてもいいさ。金はあるからな。優勝できるかがどうかがね、難しすぎるんだけども。まあ3位ぐらいかな。この調子だと。さあ結果は、いかに、ドン !2 位。まあ金もらえるからいいか。ごめん、金もらっても結局、おじいらねえんだわもう。では疲れてるから休みの豪邸だと回復量すごい。あ、次女ちゃんの誕生日。この子はめちゃくちゃ可愛い子。うん、兄弟の中で唯一ね、おじいに似ないで千里に似てくれた子。超可愛い。この子だけは大切に育てよう。おじいにじゃないところがね、とても可愛い。やっぱね、目が大きいっていいね。羨ましい。では広島の商店街行きたいと思います。そういえば商店街とか最近全然行ってなかったからさ、ガンガン行ってね。あいやばさん、いやー来た来たけども持ってないんかい。そうか、あいやおばさんから買わないでもね、自分でね水曜日に買いに行けばいいんだ。さあここは勝っていこう。おじいの力を見せてやれ。ここでついにね阪神戦、阪神対ロッテ戦、これは霧が出てくるんじゃないか、もしかしたら。あの日本シリーズね、伝説の2005年の日本シリーズを彷彿させる霧、頑張れ、発生するんだ。ノームコールド、あーごめんなさい。思ったよりもねスライダーが曲がんなかったんだよ。という言い訳をしていく。これ打ってさ、風5メートルか、強えな。関係ない、よっしゃー同点。いや回る回る回る、オッケー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 、ナイスナイスナイス、勝ち越し、逆転。おじいが見せた、最高最高最高、いった、チェンジアップ、ナイスラン。おじいの通り、あーでもその後点入ってねえな。甘い球来いや、チェンジアップチェンジアップ来た、余って、風6メートル逆風だ、やべ、おお届いた。いやー届かないかと思ったけど思った以上に伸びたわ。オッケー、これは勝ったでしょう。おじいの3打点。これはもうヒーローインタビュー間違いない。さあ、甘い球よ。カモン。よいしょ。ナイス。猛打賞。よかった。おじおじ。ゴー。いったぜ。外されたけど。セーフ。どうだ。よーし、勝った。オッケー。ヒーローは見事おじい。いいぞ、いいぞ。4-3もね、打ててるしね。盗塁もね、だいぶしたので、稼いだので、いいと思います。福岡の遊園地、行きましょう。
ここもどんどんと遊んでいくイメージキャラクターだもんね。全国に4箇所ぐらいかな遊園地あるんだけど、すべてのねおじいはマスコットキャラクターをやっている。出たエース4番。ほんと種市さんの試合だけは打てねえ。カットバス、おじいの姿が見てみたい。大きいのを1本お願いします。113、変化量としては弱いけど絶好調、絶好調で超曲がったな。3でもめちゃくちゃ曲がったな今な、スライダー。いやー打率が落ちてくね、まずいね。ショットナイス。負ける負ける負ける、待て待て、やばいぞ。これは完璧なホームランを、同点ホームランを。あかん。わっと、負けるよ、負けるよ。完封負けだけはダサいからな。完封負けだけは避けたいところだ。この変化量と言っていたのに。よっしゃい !1 点差だぜ。完封阻止。いやー、これで逆転はない。いやー、惜しかった。よくやった。でも残念。マジさ、金徳ミッション。進んでるかな？多分進んでないよね。埼玉のうな重屋行きたいと思います。レベルが上がる。ここは別に喧嘩とかしてないよね。ここ行って、お、なんか来たぞ。娘です。これは、おじいの浮気相手ってことでいいのかな？兄の店にも足を運んでる。うん、そうそうそう、いいでしょう。よかったら、お客様から二人を説得。なんの？喧嘩してんの？まさか。いや、またか！喧嘩か！いや、めんどくさ。ということで、本日ラスト試合。やっぱね、レーザー砲発射、ゼロですよ。あと一試合。また一からやり直すのか。おっと、里崎さんかな。そうですね、ロッテと言ったら里崎さん。本日、ラスト試合になります。かっこよくね。風8メートルやべえな。超打ちてえな。思いっきり引っ張って。これはスタンドまで持っていく。いやー、これは伸びるが。伸びすぎだろ。あれが入るのか。あんな弾道の低いのが超伸びたな。思った以上に伸びてびっくりしたわ。もうフェンスにも当たるか当たんないかぐらいかと思った。あ、やべ。やじまった。同点追いつきの、負けたくないね。風9メートル。風速上がったぜ。ど真ん中投げてほしい。160メートルを超えたい。ど真ん中に失投で。やっと！これは伸びる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 。フェン直、戻る。燃えろ燃えろ。おじいだぜ。これはもろたね。おー、頂点取ってる。あー、でも追いつかれたか。いや、でかいのが打ちたい。ベイリアル超優秀な中継ぎ。超打ちたいんだけどね。ど真ん中の失投。風9メートル。全然違う。全然違うところを振ってしまった。自分でもびっくりしている。なーっと抜けない。延長戦か。延長戦なのか。負けるなよ。負けるんじゃねえぞ。超でかい。あ、風弱くなった。待って、ベケットは確かチェンジアップだったような気がするな。俺は信じる。全然違った。教えておじいさん。ファーボール。あーあー、負けた。最後残念だったな。打ちたかったな。超打ちたかったな。結果的には活躍はできてるのだが、チームの勝ちできませんでしたね。結びつかなかった。反省しております。ミッション失敗。いやー、これむずすぎるって。また広島行かなきゃ。よし、オッケー。ナイス、里崎さん。そして、交流戦は？うわー、あそこ勝ってればか。勝ってれば、優勝できたのか。うわ、超悔しい。最終決戦だったんだね。3-3、4名。オッケー。ファン投票は1。諸田。それでは体力があるので補給の練習しましょう。どんどんとおじいは練習をする。最初の方はね、全然練習しなかったけどね、今は練習命になってるな。あ、命ガンガンと。まあ守備ね、まだ上がってないので守備も上げていきたい。次もしかしたら自由行動があるんじゃないか。お出かけがしたい。次もまた練習でした。
ミスったな。逆だったな。先練習して次休むだったな。穴掘りに行きたいんだよ。なんだ、今から一緒に。仕方がない。でも誰から電話かかってきたかがわかんねえな。では地方の穴掘り行きたいと思います。今体力的には4回穴掘りできるのだが、ゲージ的には多分3回でもいけると思うんだよね。でも念のため4回掘っときましょう。4回掘ればパワー経験値と、あと確実にね、温泉が湧く。オーケー。これであとはここをね、頑張って炭酸泉を掘っていく。そうすればほぼ温泉は終わりでしょう。ということで今日はここまでになります。あ、ミッション発動させるの忘れてた。ということで次回はミッション発動からやっていきたいと思います。結果的にまた高速レーザーの金徳ゲットできなかったんですが、まだまだ金徳ミッション楽しむことができると思う。ポジティブシンキング。ということでまた次回のおじもお楽しみに。バイバッチ。